見てるなぁ。いや、みんなよ。見なくていいだろ。めっちゃガン見してくるじゃん、このエミってやつ。ヤンチャム、俺のガリレオちょっともう死にそうだし、ダメだ。うん、じゃあバチクリを出すか。めっちゃガン見してくるから、もう一気に倒すか。いった、効果まっすぐだね。確かこれこ、格闘タイプだから、ヤンチャムは。あれ、格闘って飛行で技食らうっけ。まあこれで効果抜群だから、まあ食らうか。よし、倒した。あっちくりレベル18になりそうだな。負けちゃった。ポケモンの勉強足りてない。しっかりね、お金は取ります。はあ、ドローン箱、泥バンコだ。一応ね、ある程度知識は持ってるんだよ、ポケモンのね。3、はい、捕まえた。よし、メソランドもレベル上がっちゃうな。また体重の50倍の荷物を軽々と運ぶ力持ち、やば。体重見てなかったな。ドルでいいや。アメリカの現金になっちゃったけど、こいつ。さっき捕まえられなかったから、四面鏡を捕まえる。よし、すぐ入れた。1、2、3、どっち、よし。そう、ヒメンコ草か、花飾りポケモン。まあ草だよね、みたいな時に一本足を地面に刺して陽の光をたっぷり浴びると、花びらが鮮やかに色づく。日の光か。彼岸島はダメだな。彼岸花にするか。彼岸島だとあれマジでグロい漫画だから、さすがにこれはつけられねえな。あ、やけど直し。てか上に技マシンあんやん。あ、ロコロコロコ。よし、海賊狩りでいいや。お前ワンリキ、ワンリキはちょっと捕まえとくわ。うわぁ、避けられたけど。あ、待って、いるやん、ソニアが。うん、お、ポケモンの代わりにトレーナーを発見。どれだけ強いかチェックします。チクサータイプに、よし、草タイプ。そういえば飛行タイプが苦手か。こっちレベル18になったな。悔しい、君のポケモン強すぎる。まあほとんどが20近くあるからね。お、パチクリが進化する。おや、パチクリ2の様子が。おお、青ガラス、
スなんだけど全然灰色で、俺の青ガラスは本当は青いんだけど色違いだから灰色になっちゃった。てか金から灰色になっちゃった。足で小石を掴んで投げたりロープを敵に巻きつけるなど道具を扱う知恵を持つ。頭いいなこいつ。おお、いよいよ二人目が、二人目だね進化したの。あとは犬神、佐久間、ガリレオかな。ニャースは進化させちゃったらあれなのかな。ニャースは進化させちゃったら多分あれだし。よっ、ジムチャレンジャー開会式かっこよかったよ。あれホップは、あー別行動です。まライバルだもんね。来たい時は別々だよね。そうだ、ちょっとだけ面白いこと教えてあげる。面白いことなんすか。あそこに建物があるでしょ、ローズ委員長の会社なの。はい、うん、3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えているんだよ。おお、石炭みたいな感じ。あれもエネルギーだよね確か。つまりガラル地方のエネルギーも委員長が支えてるわけ。うん、裏ありそうだけどな。よくわからない人だけどすごいんだよねローズ委員長。絶対裏あるよ。話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐をあげるね。いらねー。え、何度でも使えるの。前回金取ってたしな。タフタンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れジェフチャレンジャー。今回は何度でも使えるようになったんだ、穴抜けの紐。え？はい、こいつ。タンドン。ダンゴロと似たような名前だけど。まあ、全然。下バイク、あのタイヤじゃん。およそ400年前に炭鉱に見つかった。体のほとんどが石炭と同じ成分。じゃあこれさ、こいつ燃やしたらさエネルギーになるってことじゃね。ちょっと石出してる今、かじれ石が多いから石でいいや。こいつあれ、私のポケモン見ないで通り抜けるなんて話ある？あります。ヒロミか、ゴーヒロミ、トロネコ。あー懐かしいな、ブラック。当時ねブラック買ってくれたって思ったらさ、俺さあのゼクロムの方欲しかったんだよ。で俺さブラック頼んでさ、なんかパッケージがさ白いドラゴンだったのね。で白いドラゴンで、でなんか俺ブラックが欲しいんだけどって言ったら、思ってたらさ、まさかのそれがブラックだったっていう。でシラムの方がブラックでホワイトの方がゼクロムっていうのに引いちゃって、でブラック2ホワイト2もあったじゃん。俺そっちのホワイト2買ったんだけど、そっちもレシラムだったっていう。これなんだ、袋叩き。味方全員で攻撃する。仲間のポケモンが多いので技の攻撃回数が増える。味方全員で攻撃する。あ、こっちは降りれないと。いやーいるな、ちょっとこれパチクリに使うか。
もう運んでみましょう。手紙と勝利。鉄道じゃねえんだ。ポストマンなんだ。ギンタ。デリバードか、やっぱ。こいつプレゼントだからな。いけ、パチクリに。緊張感。じゃあ、ついばむ。待って。翼さ、はたく、はたくというかさ、仰いでる音とかも追加されたんだ。いいね、これは。いいね。最近のポケモン進化したね。勝った勝った。運んじゃいました、あなたの勝利を。それでよくね。キャンプの人。料理作ってポケモン元気にしてみて。料理を作るならこの木の実を使うといいよ。クラボの実。テントを調べるとみんなのキャンプに参加できるよ。よかったら横に立ってる私のテントにも入ってみて。はい。ああ、なんか入っちゃった。あ、俺のアーマーガーか。アーマーガー違う。あれは違うわ。あの鎧のやつだ。こいつ誰だっけ。青ガラスだ。好きな食材を木の実を選んで料理を作りますよ。希少な材料を使ったりたくさんの木の実を入れたりすると料理が美味しくなります。料理が始まったらうちわで火加減を調整したりお玉で鍋の中身をこぼさないように混ぜましょう。最後ポケモンのタイミングよく真心を込めて完成です。料理ができ上がったらみんなで食べましょう。料理を食べるとキャンプに参加したポケモンたちが元気になったりポケモンたちと仲良くなったり慣れたりと様々な効果があります。料理を始める。どうしよう。あ、おれん。これでいくか。これは、あ、ちょっと待って。クラボの実、モモンの実をもう一つ追加させて、これでいいかな。あ、そんな感じで。これちょっと待って、これ大丈夫、これ大丈夫、これ大丈夫、できてる感じがしないんだけど。あー、いいな。あ、ミスった。そういう感じね。だいぶミスった。この間さ、インスタでさ、辛口カレー、ああやっぱできた。もういつも中辛なんだけど、遭難スキルの美味しいな。HP は半分回復、少し経験値もらった。ケルマ掃除とパチクリ兄たちはまた少し仲良くなった。遭難スキル星2ミシュランでしょ。経験値どれくらいだろう。20。あ、ニューガミレベルアップした。もういいよ、進んじゃおう。ポケモンに備わってるタイプになって有利不利があります。セイジ薬で、なんだそれ。え、なにこいつ。え、誰。ちょ、とりあえず下見の、下見、下見だね。砂かけ、様子見だ、様子見。めんどくさいやつか。よし、じゃあワークアウト。ワークアウトはどうだろう。こいつ下で舐めたらあれだしな、絶対なんかやけどみたいな覆うような気がするんだけど。噛みつくくちばしあんの、歯あんの。倒したね。
レドウムシ、どうしよう。虫だからこれ使うか、パチクリでいくか。レドウムシ、わお、レドウムシ、これあれかな、あのさ、サッチムシいたじゃん、あれの進化したやつかな。あー、すぐ倒しちゃった。これもう出番終わりだ。ミラース18、パチクリ19。うん、不利です。うわ、なんかすげえ気出してるやついるんだけど。いい傷薬、よし、ついたけど、なんかいるな。おかげでポケモンセンターを勝手にしている姉です。おお、ありがてえ。あ、なんかあったの。ディフェンダーを2号、引っ込めると元に戻る。さあ、ガラル鉱山、いや、盗もう盗もう、邪魔するでいい。モグリュ、これはBW だね。あれ、あ、待って、これ一発でいける。よし、来た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 。なんか違う音鳴ってたんだよ。てか、あれどうやって出んの。エムロンめがけて突っ込む。見た目と異なってるけど、この人ならモグにするか。あ、なんかいたぞ。いや、なんで、もうやりたい放題だな、ここ。怖えな、おい。元気のかけら、うん。あ、でも俺これ今回さ、あれだから変な感じ、喋り方になっちゃった。地面タイプとか、地面タイプか岩タイプが多いから、ちょっと今回あれかな、メソランドの出番が多くなるな。ケメソランド、体当たりあんま食らわんし。てか、俺もうちょっとでさ、20いっちゃうからさ、あれじゃね？言うこと聞かないんじゃね？確か、ジムバッチって20までだっけ？ちょ、メソランドが言うこと聞かな、あ、でもメソランド言うこと聞かなくても次、あれだから、ただ、いや、バチクリが言うこと聞かないのはまずいな。わあ、わあ、おお、どこだ、ロックブラスト、あ、これ欲しい。硬い岩石を相手に発射して攻撃する。あ、全員覚えね。ちょっと何人か、スーパーボール3つ来たー。そろそろ星ガリス、ギャリレオを書いて、うん、はい、こっち働く姉さん、ポケモン強いんだから、絶対筋肉すごいよこの人。作業員の鶴子、見た目的に筋肉やばそうだけど、ガタイよくね、こういう人。てか、仲良くするとあれかな、聞いてくれるのかな。ちょ、一回涙目使ってみる。我々レベル20になっちゃった。聞いてくれ、頼む。
これで効かないっていうのはやめてほしいな。投げてもいねえだろ、投げ技でもないだろこれ。新たなポケモンをスカウトしたくなっちゃった。いやー怖い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 。大人のお兄さん怖いわ。キョロキョロ道具を探すわし、あらら見つけた、トレーナーさん男だよね。タンドン、ちょこいつさ仲間にしよっかな。ちょっと今考え中なんだよね。めっちゃかっこいいな。でも序盤の方に決めないとみんながどんどんレベル上がってくんだよね。厚底ブーツ、足裏に仕掛けられた罠の影響を受けなくなる。いや分かんないっすね。元気のかけら、元気のかけら嬉しいね。 TP エイド、あーこれね、これあんまし売ってないんだよね。おいここストーリー進んじゃうじゃねえかよ。